はいどうも、ロシェルです。飯を作りに行く前に、ちゃちゃっとね。やっていこうかな。アイテムもなんか作れるわけではないと。次は、クリサリス、コクーン、ピースウォーカー、1、2、3。ピースウォーカー全部やって終わりでもいいし。どうしようかな。特に決めてるわけじゃないんだよね、やろうとしてること。ぶっちゃけ武器いらねえんだけど。チェンマーカーいらない、いらない。こっち外して、カメラいらない。ラブダンボール、まあ、あれば使うか。アナライザー、この状態だとな、全然使えねえからな。アフターミッションいつも通りやって終わりかな。英雄の幻影。この調子でいくと実況が終わるのは年明けになりそうですよね。くしゃみが出そうで出ない。スネーク、ラバの調子はどう？このペースなら明朝には目的地に着くはずだ。急いでくれ。 AI はいつ完成してもおかしくはない。じゃあラバを走らせるんだ。ガイドが欲しい。分かってる。そのジャングルに詳しいパスに協力してもらう。スネーク、いい。サバイバルの達人でも気を抜かないで。そこは400種類のランを含む2500種類の植物、500種類の蝶、400種類を超える野鳥が生息していると言われている。そんないるけど、ガイアのどれくらいなのよ。霧で視界も悪いの。その一帯は岩盤が硬い。だから度重なる地震の中でもマヤの遺産が生き残れたの。マヤ遺跡の中で AI 開発とはな、ヒュイ。ああそうだね。と言ってもココナッツミルク作ったの。に抜かりはない。僕が渡した ID カードを持ってるよね。どうせ使えねえから。ちゃんと持ってる。それがあればゲートを難なく通過できる。あとはスネーク次第だ。 AI さえ組み込まなければコールドマンのゲームはコールドする。研究所内部のセキュリティの方はどうなんだ。うん、そっちは心配する必要はないよ。生本当にラボ内の警備は最小限に臭そう。絶対努力せえよ。いいニュースばかりじゃない。コールドマンに俺たちの存在が知られてしまった。ラボ周囲の警備レベルが上がっているようだ。クリサリスとかいう無人飛行機も哨戒ヘリも多数確認した。ジャングルにはアンブッシュしているスカウト兵もいるかもしれん。ラボが近づいてきたら今まで以上に注意してくれ。了解。本当だ。ランナーランナーとりあえず AI が出たら真似するのね。生ですが何か。なんとかしのいだか。スネーク、ストレンジラブ博士のラボは北へ数マイル。完成間近の AI を破壊するんだ。一刻も早く。3でもこんな始まり方あったよな。3マジで神ゲーだから。眩しいな。その辺りにスカウト兵が潜んでいたら発見は困難だ。気をつけろ。センサーは持ってきてないから、まあそれなりにね。ここね、地味に難しいんだよね。まあ昔と違って景色があるから楽だよね。ほらあんな感じで。これ一人称視点できないんだっけ。あれヘルメット。注意するんだ。あ、そうだ、思い出した思い出した。ちょっと待って、スピーカーの位置変えるわ。ダメだ、スピーカーの位置がちょうど被ってる。さっきのフルトン回収者部屋収容した。あースピーカー倒れた。
後で配線変えよう。足音がした。バカじゃねえの、目の前いたやん。きっともう重くなんだよ。確かだけど、こうやりながら進めばわかるんだよ。エリエのフルトン回収が完了した。マガジンが本当に優秀なゲームです。オッケー。ゲームだとハゲのおっさんがゲームを投げますよね。早くシーズン2やりたいです。セルバデラレチェ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 。絶対違う。イントネーションなんてどうでもいいでしょ。あそこか。何もないな。バカなの？フルトン回収者、エリア収容した。いやー、なんか引っ張られる感じやだな。人か？何もないな。おいおい、配置在住の方？さすがに住んではないでしょ。一エリアにそんな何人もいるとは思いたくないんだよな。一応根には根を入れて大丈夫か？大丈夫だな。背景今すげえ雑だったな。オリジナルが PSP のゲームだしね。コスチュームちゃんと変えといてよかったかな。あ、ヘリの場所だ。まあランクはいいんじゃないでしょうかね、多分。ヘリ落としちゃうか。まあ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 。バタフライ。盾、ああ、あったあったあった。懐かしい懐かしい。盾すげえ好きだった。対戦で端っこに追い込んでガツンガツンってやるのすげえ好きだった。今思い出したんだけどさ、人員の方俺いじってないから、そもそも武器作れるわけがねえや。人員管理で、OK で、やった、モシンナガン作れるよ。マウンティンデュー大好き。ソニックアイは結構使った気がする。チャフ、スモーク、モシンナガンはいるな。これでジエンドになれるね。どうしよう、作ってもいいんだけど、あれ、上のグレードって作れないんだっけ？一作らないと。チャフは絶対使うでしょ？ピースウォーカー戦でほぼ必須。ハンドガン系って基本上に行くとすげえ強えから、あった方がいいよ。これはもう単純に俺が好きだから作ろう。アナライザー無地区やん。盾はなぁ、ソニックアイはいる気がする。どっちを取るかだけど金ねえから、とりあえず、拉致に行くか。リクルートできるようになれば、まあまあまあ変わるんだけど。一応多分殺す感じになるんだろうな。落とすかはめんどくせえから。落としちゃうの。めんどくせえから落とすかってのもあれだな。まあいいか、落とそう落とそう落とそう。めんどくなったら落としたらいいんだよ、ヘリは。
異常に強いヘリあるけどな、後半。クリア後のヘリ基本落ちねえからな、もう。捕まえる方が楽っていう。リロード。うわー、うってー、バカ野郎。うってえ、グレネード？お前が投げるんかーい。プルトンシステム。あれは人員補給じゃないか。そうだな。どう来るかな。いてえ、あいつら容赦ねえ。はいはい、兵士が欲しい。あいつ、怖え。兵士補給多分そのうちするよな。今のうちに回復しとこう。画面内に入れておきたいんじゃない。画面内に入れとける場所で維持する結構むずいんだよな。補給きたな。チュラスきちゃうな。回り込め。あいつは容赦ねえ。はい、はい、ごめん。はい、ほんで あ、すいません、ちょっとお友達ちょっと今忘れて出るんで。あいつ死ぬんじゃね。死んだかな。なに、お前一人しかいねえぞ。ふっ、りゃー。えい、オッケー。キャー、回復あるからまだ大丈夫でしょう。あれは補充だな。補充か、補充だ、補充。最初の4人気の毒すぎる。キャー、助けてー。あーあー、追うんだ。あいつら味方ごとやりに来てるだろ。なんか言ってるよ。あ、これやばいやつ。懐かしすぎる。
キル取りに行くとき、キルじゃない、ダウン取りに行くときだけこっちに変えておいて、どっから来る場所による。ピンポイント見えねえから。はいはい、オッケー。こいつはそれで連れて帰らせてもらう。危ない。いいよー、いいよー。はい、次ー。うわー、ごめんなさい、ごめんね、なんか君。4人殺しちゃったからな。何人乗ってんだよこのヘリ。これ4回目だよ。16人乗ってたの、あんなが割と乗れるな。全部向こう行ったな。やべ、やめてー、やってくれー。はいよー、はいよー、わっしょい。回り込め。はいはい、オッケー。今お前らの友人さらってるところだからちょっと待ってって。こいつも道連れだぞ、普通に撃ってきた。やべ、あいつ死んだな。ただでは死なない。うわお前生きてる、強えな。あ、これやばい。クルトン回収来てねー。どうすっかー、欲しかったのフルトンやねん俺。とりあえずおっか。どうしよう、もう一箇所どっかあったっけ。もうむっちゃやる気じゃん、恐ろしいわ。あった、お迎えに来たよ。あ、やばい、さあ飛び立つんだ、あの大空へ。早くね、もう来た。むっちゃカレオスじゃないですか。カレーを大好きっすね。多分最終じゃないか、これ。まだ来る？やるか、やるか？虹綺麗だな、おい。オッケー。
えへい、早く出せよ。これまだ殺せねえな、中の人。予備の燃料タンクを使い始めたようだ。キャー、ここよ、ここあるね。ちょっと待って、今ミサイル急に出てきたけど、何その自然チャージ的なあれなの。優秀ですね、オタクの。あ、これやばいやつだ。今のうちにアーチに逃げとこう。遅かった。怖いからレーションにこくっとこう。どうしよう、ワンブロック飛ばしちゃう。おー、ユー、あ、外した。アフいな、おい。早くドライバー出てこいよ。ドライバーっていうのか。危ない。降りてらっしゃい。絶対ガラス割れてるって。あれ燃料どっから入ってんだよ。もういないだろ、さすがに。なんでミサイルはあるんだよ。自然補給的なあれなの。よーし、やってきたー、コマンディー。弾がねえ。レトルトカレー、弾をくれ、俺に。やつは爆散してもらおう。危ない、人間ならロックラウンくらえば死ぬだろう。あいつ、あ、クソが、こっち向け、こっち向きやがれ。オッケー、部隊長確実に死んだろ。なんで上半身出したの。バカなの、アホなの、死ぬの、死んだんか。多分肉の塊になった。もし長があればこの部隊長まだ生きることが可能だったかもしれないのに。確かなんかのヘリ手に乗ってる隊長が S ランクとかだった気がする。ベア、スニーキングサービス。次の動画でお会いしましょう。 See you next time. また会おう。じゃあ。